京都中心の上の、はいはい、歌の演出を手掛けられるのは初めてだったんですけども、そうですね、この文楽というものを一番最初に選ばれたというのはどうしてなんですか。演出というか古典芸能についてはですね、以前に小野は海外世界巡回1回やってるんですけど、それは小野の場合には出来上がってますから、その舞台美術としては新しい形で、舞台の、制作演出ではない舞台を作ってるわけですね。その舞台そので森美術館の時も能舞台そのものをその自分の杉本店の中に作ったわけですね。で養蜂の松っていうのは普通はあるんですけど、それをその自分の杉本作品の松にしたり、森美術館の場合に会計を占めていたりということで、もともとはそのお能の方々との交流から始まってたんですけども、今回は縁があってその文楽をやろうと言って、ですからどちらかというと舞台美術の方から入ってきたんですけども、やっぱり観音巡りというのが、今近松の時にやれた形みたいなのがやれたらなという、そういう夢みたいなものですね。でそれを非常に、興味を抱きまして、でやっぱりその曲も最初から作曲ね、吉田誠二さんに作曲していただくので、なんか総合的にある一つの確固たるイメージを持たないと、誰かがプロデューサー的な形を持ってこういうふうにやりたいというのをこう実際に提示しなくちゃいけないとなったので、なんかやってるうちにだんだんやっぱりいろんなことをこうビジュアライズする必要に迫られてきたんですね。で思ってもいない展開で上文楽のそれら心中を気がついてみたらいろいろやっていたっていうような展開なんですね。